ACN プレゼンツ丸山茂樹のムービングサタデー、今朝はタレントの大谷静香さんをお迎えしております。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ大谷さん何でもできるっていう、これちょっとこう書いてある感じなんですけどす実家があるお料理屋さんなんで、うん、魚もさばける。そうですね、父が一応料理人で魚をちっちゃい時からさばいてるのを見てたので、一応その基本的なものならさっさとさ、そうですね、三枚おろしにはまあじゃあお料理も得意。得意ではないんですか。得意じゃない、さばけるだけ。さばけるだけ、はい、まあそして家族の影響で海系のスポーツが得意というのはもうマリンスポーツは何でもやる。マリンスポーツはそうですね、まあ、ダイビングとかウェイクボードとか。怖くないですか。海お好きですか。丸山海見るのは好きですけど海入るのは苦手です。あ、見る派ですね。見る派です。まあなんか、うん、とてつもない生物が住んでそうで、はい、僕は何もしてないのにキュッと足とか引っ張られたらどうだって下が、まあ、めちゃくちゃ見えるとこならいいですよ、はいはい、わけわからないものにいきなりガーッとやられたらどうします。だって地球も暖かくなってきましたから、はい、サメとかも日本にいっぱいいますからね。いや結構そういう生き物に会いたくて海好きみたいなとこありますね。いやでもシャークアタックとかにあったら本当足とかなくなっちゃったりするんですよ。で海でなくなったらもうとてつもない悲惨な姿になっちゃうんですよ。いやでももう海の一部になるみたいなことですよね。どっちにしろ焼かれるからいいやみたいな。海で人生の最後海でも私後悔ないくらい海好きですよ。あ本当ですか、うん、まあただ僕ね、自分がこの生命終わったら、まあ、火葬場で焼かれるじゃないですか、はい、自分がね。そしたら散骨がいいんです海に、なんか海ってぐるぐる海流で世界中を動くじゃないですか、はい、水が、はい、だから世界中回れるかなって。あ素敵、世界好きですもんね、うん、そうそう世界は、まあ、やっぱりこういろんなところで仕事させてもらったんで世界に行きたいから海が最後いいかな。お墓になんかこうね毎年来てもらわなくても、ね、なんかちょっと気づいた時に海に向かって親父元気かってうちの息子に言ってもらえたらいいかなみたいな。めちゃくちゃ素敵、それ大好きですよね。いやいや嫌いおかげで水の水難の層が出てるんで、もうゴルフ場行ったら池があったら気になってしまう。ハスが入っちゃうの池子ちゃん。あらそうなん、逆にね。そうなんです、惹かれてるんですね。そうだからもう苦手なんです。まあでもその海が好きっていうのはね、うん、素敵ですよね。しかも潜水士、はい、小型船舶、はい、すごい何でもできるじゃないですか。陸は何もしないんですか。陸はフルマラソンを走るので番組で、それで最近は走ってます。それこそ東京 FM 皇居、あぐるぐるとぐるぐると1周5キロはい、走ったりしてます、ね、42.195 キロ走るってこと。はい、人生初です。でもなんでまたそういう苦しいことをやりたがるんですか。なんか多分私チャレンジが好きで、人の趣味がすごく趣味で、ねだから今シュッと、そうですね、走ったりしてるのもあって、僕なんか大谷さんのなんかどっかで見た時に一回すごいことになってましたね。はい、卒業した後にちょっとすごく太っちゃいまして、制御なくうまいものを食べたくて、そう、もともと太りやすくて、やっぱりだってタレントさんやってる間食べれないですもんね。テレビも毎日映るし、やっぱり衣装が AKB は毎日劇場があるので、ああ、入らなくなると困るからね、やっぱそういうものもあるということで、はい、いやいやでも今はもう恋もびっくりしました。そう、現物を現物いや現物を見たらびっくりした、はい、そうシューみたいな。でも第一声で言ってくださってすごく嬉しかったです。いやいやすごい、もうびっくりしました、うん、もうだからそれだけ綺麗になりましたよね、だからいっぱいね。いやそんな綺麗な話の中なんですけど、腕相撲も強いという、うん、どういうことですかこれ腕相撲、そうですね、父が福岡の県大会優勝したりしてて、あ血筋引いちゃってるわけですね。血引いてるのか分かんないんですけど、お父さんすごいんですか。そうですね、父は なんでいや多分趣味なんですけど、めっちゃトレーニングする。トレーニングはしないです、そのアームレスリングをするんです。ああ、なんかやっぱそういうタイミングとか相手の力のこう隙をつくのがうまいみたいな。そうです、まあ賢いのかもしれないお父さん、うん、じゃあ腕相撲が強いということは結構体の芯があるから、うん、ゴルフやったら飛ぶってことじゃないですか。それが多分私パワーはあるっぽくて、ある、はい、私はコンペで急に行ったので、うん、最初に体験行った人に多分全部上げても最初当たらないから、うん、ハーフスイングで回っておいでって、うん、ああなるほど、はい、半分でね言われて、うん、未だに7年経ってもハーフスイングなんですよ。おいおい実はそれはそろそろフルスイングやってもらってもいいですか、はい、そうだからみんなにハーフスイングでこんだけ飛ぶならフルスイングにしたら絶対いいよって言われるので、多分パワーはあるんだと思います。あ、なるほ
ほどね、まあ、スイングは見たことない。だってちょっとねやっぱりこうインスタとか覗いてみたりしたんですけど、はい、ゴルフ一切出てないじゃないですか、はい、だから俺ちょっと不安になっちゃって今日会って、はい、どんな話したらいいんだろうと思ったらインスタに載せてないですね。載せてないけど先週行きますね、はい、先週行った。寒かった。またなんでこの時期に行ったの、まあ、誘っていただけて。なるほどね、はい、この時期にやったって言いますけど1年間だとどのぐらいラウンドを誘われるんですか。1年間ってどれくらいだろう。月1はやってないですよね、その雰囲気はね。月1はやってないですね。5回とかですかね、年に5回。はい、5回。それハーフ7年やってもハーフスイング抜け出せません。そうなん、抜け出したい。しかも練習も行かないんでしょ、はい、気持ちはあります。でもちょっと上手くなってほしいなと思いますよね。上手くなりたい気持ちはあります。本当ですか。楽しいですか、やってて。楽しいです、楽しいです。本当、ハーフスイングでどの、まあ、ベストスコア聞くのも変ですけど、まあ、ベストスコアも半分ぐらいの期待としてハーフスイングだから、はい、で120ぐらい、115ですね、ベストスコア。ハーフスイングで、はい、じゃあフルスイングだったら、そう、だからそう言ってもらえるんですよねえ、うん、110ぐらいになるかもしれない。あー、5だいやいや、5だ大変ですから、5だ大変です。その5だを縮めてもらうのちょっとフルスイングね、やってもらいたいなと、うん、教えてください。まあでもメンバーはだってね、会社のとかこう仕事の関係の方しか行かないっていうことで、じゃあ誰にもちょっと気の利いたインストラクターの人にも、ちょっとゴルフの上手い人にも教わってないってことでしょう。教わってないです。それはちょっと問題です、ね、これから上手くなるためにはね、なんか多少ちょっとね、あの教えてもらう人を月に1回でもいいから。月1で変わりますか、やっぱり。全くやらないよりは月に1回でもいいからちょっと見てもらって、少しフルスイングも多少入れてもらうと、もっとパワーがあるなら、飛距離も出ると飛距離がまたこの快感になってくるんですよ。なりそうでしょ、うん、バチンと当たってすごい飛ぶねとか言われると燃えてくる、はい、燃えてきそう。私調子乗りなんだ褒められたら多分めっちゃ練習すると思います。褒められて伸びる、ねはい、タイプだっていう感じがしますんでだからちょっとやってくれたらね、いいんじゃないかな。そしてだってね、 YouTube もやってるし、まあダイエットを中心にやってるのかもしれないけど、うん、この中で YouTube でちょっとゴルフもやったりとか、そうですね、していただいたら、うんうん、C チャンネル、Cチャンネルやってます。ダイエットチャンネル登録数13万人。いやダイエットチャンネルは絶対女の人に響きますよね。まあなくならないコンテンツかなとは。一番今このダイエットの中でやってるそのダイエット方法っていうのは何なんですか。やっぱもう運動が一番私は大きいですね。でちょっとはまあ食べるものもそんなにこうストレスがたまらない程度に食べて、たまらない程度に気にして。なるほどね、はい、でもうとにかく走る、走る、パーソナルでウエイトトレーニング、ウエイトトレーニング、はい、やっぱり下半身のパワーが基礎代謝を生む。そうですね、やっぱり最初よりなんか変なもの食べても残りづらくなりましたね、翌日とかに。食事はどんなのが好きなんですか。太った原因はもう小麦粉が大好きで、ピザとか、ピザ、パスタ、パン、ピザ、パスタ、パン、もうパン、もう私米なくなってもいいと思ってます、この世から。もうパンだけでもいくら大好き。まあ結構丸山もパン派ですけど。本当ですか、はい、嬉しい。めっちゃうまいっすね。嬉しいですよね。なんでか知らないけど嬉しい、あ、嬉しい。今日僕大体ゴルフの朝食ほぼトーストとかパン系なんです、うん、パンの方が自分の中で長持ちする気がして、なんかお米はなんかすごく消化が良くて、はい、すぐお腹空いちゃって、途中からなんかすぐお腹がペッコリーニになっちゃって、ペッコリーニになるんですね。そうだから、パンとかの方がバターとかも入ってるんで、うん、なんか少し腹持ちがいいのかなみたいな。エネルギーになりやすいですかね。癖になるっすよね。いや、わかるよ。パンね。パン一回食べたらもう一回食べたくなっちゃう。パンは何系のパンが。でも結局なんかいい感じに焼けた食パンが一番美味しい。食パン、ね、食パンが一番。バターも好き派ですか。バター大好きです。もうね、僕もなんかもう表面見えないぐらい塗っちゃうんですよね。はい、中まで染み込んで。バター。これ溶けるのかくらいまで塗って、それが溶ける快感。僕ね溶かさないで塊乗っけてっちゃうんですよ。うわー、耳とかそうします。もう大好きですよね。まあ、共通点ですね。パンいいですね。パン最高ですよ、ね。あ、そっか、それをね、なるべくちょっと控えめにして。そう、今はもうパンとか食べてないですね、全然。ちなみに今日僕は小麦食べちゃいます、ね、この後ですか。この後ピザ食べちゃいます。うわーいいなー食べちゃいます、ね、まあでもね、そうやって今はそういう小麦も控えたりとかして、控えて、あ、でもパンが好きってのは嬉しいですねで意外な共通点が見つかりましたまあでも今ちょうどこのね、体もそうやって絞られてトレーニングもやってるんだったら、これちょっとプラスゴルフもやってもらって。いや本当にゴルフ本当にいいですよね。私朝が
結構予定がないと昼過ぎまで寝ちゃったりするので、それダメですよそうだからゴルフが強制的にも起きなきゃいけないから好きなんですよ。朝早く起きてください。その海が好きとか言ってる人が昼まで寝ててどうする朝の海を見に行かないと。それだったらそうですね、そうですよ。そんな昼まで寝て、もうそんな一日無駄になっちゃいますよ。そうだからゴルフの魅力はもう早起きして朝日浴びて歩けてみんなでお昼ご飯食べられて、あ、そうです。もうビタミン D いっぱい浴びて骨まで強くなる、はい、これですよ。だからちゃんとね、うん、やってもらってやろう練習。絶対やってくださいよ。本当に口ばっかりやってな。でもみんな絶対やります。本当ですか。はい、もう約束します。ここで目標ちょっと100をね、はい、切るぐらいまで頑張っていただけたらなっていうふうに思いますけど、はいはい、ね、もうちょっとそのゴルフの魅力みたいな部分っていうのをやっぱりこう大家さんの中でどんなことなのかなってちょっと語ってもらいたいですね。やっぱゴルフは、うん、その、まあ、普段コミュニケーション取れない方とコミュニケーション取れるっていうのが私はすごく好きで。なるほど、はい、素敵なところですね、はい、いいことですよ。半日以上一緒にいるし、はいはいはい、やっぱ性格がすごく見えるじゃないですか。見えますね、ゴルフって、うん、そういうのもすごく好きですね。人柄がなんか一日回るとなんとなく分かるとか。あ、そうです。だから将来 そのね、旦那様だったり、うん、まあ、パートナーだったりとかっていろんなことがあるかもしれないですけど、ゴルフね、一緒に行かれると楽しいと思いますよ。うん、まあ、僕は仕事になっちゃったから、うん、なんかこううちの奥さんと一緒にゴルフ行くこともないですけど、はいはい、だから、まあ、そういう意味でだから仕事じゃなくて趣味の方が楽しいんじゃないかなって思います。そうで趣味だったらよかったな。そう、そしたら一緒になって歩いてね、朝から気持ちいいとこ行ったりとか、うん、まあ、それに、まあ、友達の輪がどんどん増えてきますから、うん、まあ、親さんだったらね、いっぱいバーッと仲間も集まるだろうし、ぜひやってもらいたいなというふうに思います。まあ、そしてね、最後になりますけど、はい、今後の、まあ、親さんのこの活動の目標というか、うん、成し遂げたいこととかありますか、最後に。活動でですか。そりゃそうですよ。だって先週はね、うん、この安泰がずっと続きますようにと言ってましたけど、はい、でも一個あります。目標言ってください。ここで言うのはちょっとやらしいんですけども、うん、ラジオ番組のレギュラーが欲しいですなるほど、ラジオのレギュラーね。いや、これ本当にずっと言ってて、東京 FM さんで私8年くらい冠番組やらせていただいてて、実はなるほどなるほど、それが終わってパッタリラジオがなくなって、寂しい。そう、すごく寂しくて今日久しぶりに来れて嬉しかった。あ、なるほど。いや、なんかこう僕もね、ラジオは楽しいなと思います。あ、はい、すごくいいなって。ぜひじゃあその目標、はい、その目標に向かってできるように頑張っていただきたいということと、まずちょっと100を切る目標としてゴルフ、はい、まあ、月1回ぐらいレッスン誰かに教わってみてもらってもいいでしょうか。はい、ね、絶対100切ります。はい、まあ、もうすっかり綺麗になられたんで、はい、ダイエットもそうですけど、ちょっとゴルフの方も YouTube でやったりとか、はい、たまにはインスタグラム僕をフォローしますよね。あ、本当ですか。フォローしますから丸山さんに向けてあげますよ私いや、だから見てるかなって。まあ、丸山は自分でやらないんで見るだけのあれなんで、はい、あれですけど、こっそりとフォローして見てますんで、やってるぞっていうのをちょっとそこで報告して、フォローしますんで、ぜひね、ゴルフやってるアピールもちょっとしていただけたら、はい、じゃあ100切ったらそこでアピールするの。そしたらまたちょっと来て。本当ですか。もちろんです。絶対もちろんです。いつでも来ていただいてもう本当にそれだったらもう半年に1回でもいいから来て報告しに来てくれてもいいです本当に、はい、そのぐらいね、頑張ってもらえたらこっちは嬉しいね。僕らはやっぱりゴルフを大好きな人を増やしたいんで、うん、ぜひねやってもらえたらなっていうふうに思います。はい、頑張ります。まあ、とにかくね、お仕事もまあいろんなこともありますけど頑張っていただいて、うん、またここでお会いできたらなっていうふうに思います。はい、ぜひよろしく。本当にありがとうございました。ありがとうございました。 Moving Saturday。 大谷静香です。 I am a golfer。 ACN プレゼンツ丸山茂樹の Moving Saturday。 今朝は AKB48 元メンバー大谷静香さんをお迎えしました。いやー、もうゴルフの方も真面目にやってくれるって最後に強いね意見を言ってくれたんで非常に嬉しいなというふうに思います。まあ、そして丸山との共通点は小麦が好き、うん、これは最高ですね。小麦に好きな人に悪い人はいません。やっぱりこうパン、ピザ、ね、パスタ最高です。小麦はね、ちょっと今こう批判されてる部分があるんでね、小麦がなんか良くないとかあるんですけど、まあでも人生一度ですから、美味しいものたくさん食べてね、たくさん運動すればね、いいんじゃないかなって僕は思いますよ。だからそれは偏ってしまうからいけないんであって、なんかこう美味しいものを食べていっぱい運動してたくさんそのエネルギーを発散すれば
まあそれなりにいろんなね体ヘルシーで終わるんじゃないかなというふうに僕は思ってるんで、皆さん好きなものを食べましょうということでですね、まあ大家さんにもゴルフ頑張っていただいて100を切ってまたねここにね100を切りましたっていうね明るい感じで来ていただけたら嬉しいなというふうに思いますんで、ぜひそれを希望したいと思います。2週間本当にありがとうございました。さて音声アプリオーディでは放送に入りきらなかったゲストとのトークを盛り込んだ特別版を公開しています。また番組公式ツイッターもあります。アカウントはムービングアンダーバー TFM、 ツイッタームブサタと検索しても出てきますので、ぜひフォローして番組の情報をご確認ください。丸山茂樹のムービングサタデー、来週も楽しみに。 ACN プレゼンツ丸山茂樹のムービングサタデー、オフィスをレベルアップする会社 ACN の提供でお送りしました。